広島に地下鉄は必要ない、という言葉は広島を滅ぼす。広島に地下鉄は必要ない。路面電車で十分。ネット上の書き込み欄に、この言葉を、まるで、鬼の首を取ったかのように繰り返し書き込んでいる人をよく見かけます。その書き込みを目にするたびに、夢光くんは、狐につままれたような気分になるというか、イラッとします。なぜなら、その、広島に地下鉄は必要ない、路面電車で十分、という言葉は、広島を貶める言葉だからです。広島に地下鉄は必要ない。路面電車で十分、と連呼している人が、どういうつもりでこの言葉を宣伝、吹聴しているのか知りませんが、実際にこれから本当に地下鉄を作るのか、という話は置いといて、広島に地下鉄は必要ない。路面電車で十分、という言葉、言い回しは、それイコール、広島は地下鉄が成り立たないくらい規模の小さい町、輸送が路面電車でこと足りる程度の規模の町、という意味で受け取られるのが通例ではないでしょうか。路面電車で十分。では、広島の路面電車が、5両連節で、昼間でも5分間各未満で運行していることは、知っている人以外には伝わりません。1両編成の単車の路面電車が、1時間に4、5本程度やってくるという、のどかなイメージを抱かれるのが関の山です。そんなのどかな交通機関でこと足りている都市が、札幌仙台福岡と、並び称されるイメージで受け取られるはずはありません。つまり、広島に地下鉄は必要ない。路面電車で十分、と、主張、連呼するということは、広島は都市規模が小さい。広島は田舎である、と、主張、連呼、宣伝、PR、吹聴しているのと同じです。なぜそれがわからないかな？広島にとって地下鉄は、国の方から建設を提案されるくらい必要だったが、利権、権益絡み等の、大人の事情で、アストラムラインの、本通り、県庁前間以外は、実現できていない状態に甘んじている。現状は、路面電車を5両連節にしたり、昼間でも5分間各未満で運行したりして対応している。面倒でも、ここまで言わないとわかりません。ここまで書かないと伝わりません。都市の中枢性、求心力を左右するのは、知性、だけではありません。都会としての、名声、も、関係あります。知性、は、どうすることもできませんが、名声、は、工夫次第です。福岡が、日本の三大都市は東京大阪福岡である、という、プラスの吹聴を行い、山口県異性にそれを信じ込ませることに成功して、名声を高め、発展を遂げている間に、広島は、地下鉄も成り立たないくらい規模の小さい町である、ということを宣伝しまくり、名声を下げて行きました。わかりますか？これって、福岡がはったりかましてでも、福岡は大きい町、と、宣伝、PR していた時に、広島は小さい町、と、宣伝、PR していたってことですよ。ご丁寧にも、わざわざ、何かの資料のネガティブな数字を持ち出し上げつらって、愚か、としか言いようがありません。はっきり言って、広島に地下鉄は必要ない、と、主張することは、広島に地下鉄ができて、赤字が発生することより悪い。皆さんには、広島に、アストラムライン本通り県庁前間以外の地下鉄ができなかったのは、地盤が軟弱であることが原因ではない、ということに加え、広島の、名声復権、名誉回復のために、広島に地下鉄を提案したのは、国、であり、広島が地震で、広島を貶めようとしている輩の言うところの、身の丈に合わぬ妄想、追い出したわけではない、ということを、いろんなところの投稿欄に書きまくって、情報を拡散することに協力していただきたいです。共に、広島を貶めようとしている輩を、ぶっ倒しましょう。